おろし売りスーパーは北海道札幌市など同王県を中心に出店するスーパーマーケットチェーングループ及びディスカウントストアで株式会社おろし売りスーパーが運営している。旧野号はリンゴハウスで現在は店舗グループとしてリンゴハウスグループの名称が使用されている。全日食チェーン加盟企業同王県を中心に店舗展開し 自社直営のみならず、同僚県以外を中心に、フランチャイズ経営している生鮮スーパーマーケット。販売スタイルは、ディスカウント販売を軸に生鮮、一般食品、カキ類を販売しており、小型店舗でも、容量の多い業務用調味料が置かれている。なお、大手スーパーマーケットに見られる、調理器具、食器、洗剤などの日用品の販売はしていない。また、 新規店舗は犬器出店が多い。生鮮食料品、一般食料品、カキ類に特化して、日用品などの販売をしていない特殊な形のスーパーマーケットである。特に生鮮部門は道内屈指の低価格販売企業である。食料品のアウトレットモールをテーマとして販売するスタイル。アウトレット品には、メーカー、卸ろし問屋在庫、季節外れ商品、あり。 不揃いなどの B 級品、賞味期限切れ間近の商品などがある。業者向けの食料品品問屋をテーマとして、一般消費者に販売するスタイル。主にケース販売などの大量販売を主体として、扱うが、小売りもする。買いだめという店名だが、日替わり特化品は一人当たりの販売数が限定される。かつての店舗、食品現金問屋安心屋の、 経営ノウハウを集約して開店。旧、卸売スーパーっていいね店で確立した、高面積での運営ノウハウを活かしてさらに広い、店舗面積を構える、それまで小規模店舗で展開されていた、卸売スーパーでは、新しいスタイル。従来の、地域最安値や特売を全面に押し出した、営業方針とは違い、平均的な値段で客に長く利用してもらえるような、店舗運営を目指している。 卸売スーパー公式サイトにおける店舗名と異なるものもあるが、各社の公式サイトにおける店舗名で記載する。ありがとうございます。